引き続きベルフェイスという会社にお邪魔してるんですけども、長年その西島さんは人事をやられていたので、その人事に関することをお聞きできたらなって思います。はい、よろしくお願いします。西島さんというか個人的な質問なんですけど、はい、なぜパイロットに、パイロットからリクルートに行ってベルフェイスに行ったんですか？はい、もともと就職活動の時に、はい、もう何やっていいかが全然わからなかったので、はい、僕はもう片っ端から受けていって、はい、で結果的にパイロットに受かったので、その本当に僕も77社エントリーシート書いて、はい、毎日5社ぐらいこう面接をやってって、はい、最終的に内定が8社ぐらいバーンって出て出たんだけど、その最後何やりたいかわからないから、とりあえず、まあ、お金が稼げて、女の子にモテそうな職種を選ぼうっていうので、はい、実はパイロットを選んでしまったので。パイロットってそんな感じになるんですか？そんな感じじゃないと思うけど、たまたま受かってしまって。新卒の人にも結構人事を任せたりっていうことをお聞きしたんですけど。今1級の内定者インターンには、20の採用をほとんど任せていて。めっちゃ怖くないですか？それめっちゃ怖いけど、まあね、失敗したら僕の責任だし、まあけど自由にやってもらったらいいんじゃないかなと思っていて。友達とか呼んでこない？まあ友達とか呼んできます。だからそれはなんかこう、学生たちがある意味一緒に働きたいなって思ってる人たちを引っ張ってくる練習にもなると思うし、僕が学生と話すよりも多分親密に話せるんじゃないかなって思っているので、結構そこはまるっと任せちゃってるかな。最終的な判断は西島さんがやるけどっていう。そうそうなんですね、うん、それで結構優秀な学生さんとかも集まってきてっていう、面白い学生がやっぱ多くなったなっていうところと、あとはなんかこう僕が考えつかない手段とか方法をこうやっぱ学生目線だからこそ考えているっていうのは、個人的にはすごく面白い発見だったなと思っているので、もちろんこういい学生と出会えるっていうのは一個利点としてはあるんだけど、プラス今までのやり方がこう、なんていうかな、より最先端のものに変わっていくっていうのかなっていうのは個人的には面白いな。なるほど。人事っていうのはなんか会社からどういう基準で選んでくれみたいな、社長から言われてその基準をもとに選んでいくっていうスタイルなのか、結構西島さんのその人の西島さんの裁量が大きく人を選んでいくのかっていうのはどっちなんですか？今のベルフェイスで言ったら、そのどっちもに近いかなと思っていて、各部門とか社長とかとも話をしながら、どんな人を取っていったらいいのかみたいなところをこう話し合いをしながら決めていったりだとか、もちろんこういう人がいれば、新しい事業ができるよねみたいな話とかも自分から提案をしに行ったりとかするので、結構ここはいろんなパターンがあるかなっていう感じはあるかな。なるほど。どういう学生だとおって思うって、まあ基準は難しいと思うんですけど、なんかありますかね？やっぱり何かしらやりきった経験がある人っていうのは結構魅力的に映るなと思っていて、それは別に部活でもサークルでもアルバイトでも、まあ、究極何でもいいと思っていて、その自分で決めたゴールに向かってやっぱりちゃんと一通りやってきたっていうなんかところを持っている人はすごく魅力的に映るかなっていうふうには思っているし、プラスそこに対してやっぱりこうなんでそこまで頑張れたのかっていうのを明確にこうちゃんと言える人はすごく話をしていて魅力的に映ったりはするかな。なるほど。じゃあその専門的な分野があるっていうよりは、人でどういう人なのかっていうとか、頑張った経験があるっていう人が魅力的に映るで取りたいって思うっていう。あ、そうなんですね。じゃあベルフェイスの、その今年に入った新卒の9人ぐらいの方もそういうふうな基準で選んだっていう。そうだね。1級卒でいうとやっぱり自分で考えて能動的に動いてきた、でそれをやりきったかどうかみたいなところはジャッジの観点として入れていたし、はい、プラスやっぱこうカスタマーサクセスって言って、お客様のためっていうところが結構僕らの中では強いので、その自分のためだけじゃなくて、そのやったことが誰かのためになっているかみたいな、こういった視野で見ている人は、僕らは採用してきたのかなっていうふうに思います。人事ってあれですよね、なんか結構怖いイメージが僕の中ではあって、全然そういった雰囲気ではないです。
まあ確かに、まあ、そういう面接をしている人もいるのかなと思っていて、まあ、それはちゃんと狙いがあるからいいんじゃないかなとは思うけど、ね、なんかできる限り普段のその人を見たいなと思っているので、なのであえてカジュアルにとかちょっとこう砕けた形で面接をすることはすごく多いかなと思います。そうですよね、うん、なんかベルフェイス の面接、まあ、キャリア相談っていう形になるんですよ、はいはい、普段はに近い状態になる。だから学生にとってはあんまりね、なんか志望動機とか実は聞かないことが多くって、無理やり僕が今日申し訳ないですけど、だからなんか志望動機よりもなんかその人が大事にしているものと、なんかこう僕らが大事にしているものが近いとか一致してるかみたいなところが結構ジャッジのポイントだったりとかするので、なんかあんまり志望動機は聞かないかもしれない。そうなんですね、うん、なかなか珍しくないですかそれ。どうなんだろうね、まあ珍しいのかもしれないね。けどなんかこう難しいじゃないですか、なんかこう志望動機作るのって、うん、でかつ情報って限られているので、だったらもう少し別のところでなんかその学生のことを理解してあげるとか、うん、そこの大事にしている部分が合致しているかどうかっていうのを見てあげた方がいいんじゃないかな。だから逆にベンチャーが向いてないとかベルフェイスが向いてなかったら違う会社を進めたりとかも。すごい不思議なのは地球の学生で、結果的にこう NG になった人とか事態になっちゃった人とかって未だに LINE でつながってたりとか、そうこの前もうちを辞退して他社に行った子から連絡が来て、うん、久しぶりランチ行きましょうみたいな言って、でランチ行ってなんか向こうの会社のなんか悩みとかを聞くみたいな、そういろんなパターンがあって、なので、まあ、なんか単に就活っていうところだけじゃなくて、なんかその後のこう中長期的な関係みたいなのが作っていけるといいんじゃないかなっていうふうに思ってる、うん、人対人との関係を作っていける、それに近いかもしれない。そうなんですね、うん、じゃあ下の概要欄にその応募フォームを貼っておくので、ぜひ興味がある方はキャリア相談というか、まあ、軽い感じでもいいのでぜひ参加というか問い合わせてください。ぜひお願いします。お願いします。はい、ということで今日の動画は終わりです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあな。じゃあな。